肩甲骨に対してこうグリ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 して、あ、楽になったっていうの何回やってもこれ解決しないから。大事なのは、はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田圭太です。動画の滝、どうもありがとうございます。この動画の中では3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的に解決する方法を紹介していく患者さん向けの動画になります。もしあなたが3件以上の整骨院、病院にいても痛みが改善しない、もしくは湿布、痛み止め、マッサージをしてもその場合良くなってるけども痛みがぶり返してしまう、そんな患者さんであれば、この動画を見ることによって根本的に痛みを解決する方法を紹介したいと思いますので、ぜひね、そういう悩みがある方はぜひ最後に見てみてください。はいよ。背中の肩甲骨の下のあたりが痛いんですけど、はいはい、どのあたりですか？このあたり、このあたり、このあたり、もうわかんないけどこのあたりありますね。 OK。 この背中、ちなみに何するときが痛い？長時間こんな風に座ったまましてたりすると痛くなる。それ結構あるね、患者さんでありますね。で、これは筋肉の痛みで、この脇腹治療するとほぼ改善することが多いです。のでちょっともし背中痛い、スケさんみたいな痛みがある人はぜひ見てくるとすごく参考になると思うし、その場で楽になりますので、ちょっとぜひ見てください。で、ただね、背中の痛って筋肉の痛みの話を多分今からしていくんですけど、筋肉だけじゃなくて重症な痛みもありまして、もし頭がフラフラするとか、それ以外にも吐き気がするとか、あとは胸の痛みがあるとかっていう場合であれば、これはね、心疾患、いわゆる大動脈瘤だったりとか、心臓とかの痛みとかでも、こう心臓ってこの左、まあ真ん中の左側にちょっとあるんですけど、ここが痛く、いわゆる破裂をしたりとか、大動脈瘤って言ってここにコブがあるんですけど、これが破裂したりとかすると、前も痛いんですけど、背中も痛かったりします。あとは私の患者さんとかだと、高血圧とかで大動脈瘤があった人とかいるんですけど、そういう方とかだと、なんか、慢性的に腰が痛い、背中が痛いみたいな。で、何しても痛み取れないみたいな、あったんですけど、その方とかだと、いわゆる血圧の問題だったりとかしたので、いわゆるちゃんと薬を服薬してもらう。結構薬飲まなかったり飲んだりとか、お酒飲んだりとか、辛いもの食べたりとかで、血圧が高まりやすい状態作ってたんで、ちょっとそれ改善しましょうって言って、しっかりこう食生活から改善して、水分量とかもコントロールしっかりやって、内服もしっかりしてもらったら、背中の痛み取れましたみたいなこともありました。その本当に私たちじゃ管理できない、この心臓とかっていうところのこともあるので、急激な痛みとか最近出てきましたとか、あとはマッサージとか筋肉ほぐしたりするじゃないですか。そうするとね、筋性の痛み、筋肉性の痛みって楽になるんですよ。けどこういう方ってマッサージとかしても痛みが全然変わらないって言われます。で、大体ですよ、皆さんマッサージしてもらったら痛み良くなるじゃないですか。これが全くないっていうのは、筋性ではない、筋肉性ではないよっていう合図なんで、その場合は心臓だったりとか、それ以外の問題があるんで、その場合はちょっと注意してください。背中の痛みって結構いろんな原因がある。だから腰が痛いって言っても、腎臓が悪かったりとかもあったりしたし、私は実際見てた人で腰が痛いって言って、1時間ぐらいこう、いろんな治療をやって筋肉緩めていくけど、全然改善しない。なんなら全く変わんない。で、これは筋肉性じゃないよねって思うんで、病院、まあいわゆるこう、レントゲンとか MRI 取ってもらって検査してもらったら、衰退、いわゆる背骨にガンがありましたとか、全然私もガンとか発見したことってやっぱ結構何回かあって、やっぱえっていうものがあるんですよね。内科疾患、心臓とかもあるし、って時の背中も痛みとかも結構あるので、その場合はちょっと注意してください。ただね、注意しすぎても、慢性的な心疾患とかであれば、これ何もできないのかって言ったらそういうわけじゃないので、慢性的な部分であれば、本当にこう、血圧のコントロールをするような服薬管理とか、いわゆる水分コントロールだったりとか、やってあげれば結構解決するので、そういうのもね、頭に入れてください。あと一つちょっと注意しないといけないのが、肩甲背神経と言いまして、肩甲骨の内側を走ってる神経があるんですよ。ビーッと走ってる。この肩甲背神経っていうのが、いわゆる首のあたりからこう出てくるんですけど、首の疾患、いわゆるヘルニアだったりとかから、この肩甲背神経のところの阻害されてしまって痛みが出てる場合もあるので、首背中の問題もありますから、いわゆるレントゲン MRI だったりとかやってみても正常であればそれはないですけど、首がちょっと狭いねとか狭窄症があるねっていう場合であれば、それが原因でいわゆるこの肩甲骨の内側が痛い可能性があるので、その場合は首に対して治療していくだったりとか、首がこういう風に狭くなってしまう胸郭に対してアプローチをするっていうのをイメージしてください。ただそれでもない、心疾患とか内科疾患でもないし、首だったりも正常だ、なのに背中
が痛いっていう場合であれば、これ原因はこの肩甲骨の内側にある腰頸筋っていう筋肉が原因です。腰頸筋とかはですね、この肩甲骨の内側にあって、いわゆるこの肩甲骨をこう内側に寄せるっていう、こういう動きをします。腰頸筋が原因の場合は、まあ、ボールとかを、こういう風に寝た状態で、自分の肩甲骨の内側の部分に当ててみて、自分でゴロ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 してみてください。こんな風にね。これも原因発見法。腰頸筋かどうかの原因ね。腰頸筋か心疾患かとか見極めるときにやって、筋肉の原因であれば筋肉緩めてあげたら楽になるはずですから。基本的にはそれは肩甲骨の内側の部分、この部分に当ててゴリゴリした時に楽になるんであれば筋肉ですよね。逆にこれ押しても痛みに変わらない場合であれば心疾患とか首の問題があるかもしれないですから、楽になるのであれば腰頸筋の可能性高いです。じゃあもう一個踏み込まれて、腰頸筋がなんで硬くなっちゃうのかって話ですね。でこれは肩甲骨の内側についてるって話ですね。でこれがなんで痛くなっちゃうかって言ったら、だいたい痛みが出るときって筋肉は伸ばされてることが多いんですよ。伸ばされてるからずーっとストレッチされてる感じね。伸ばされちゃってるからこの腰頸筋が伸ばされてる、だから刺激が多い、だから痛みが出てる状態。じゃあなんで伸ばされてるかって言ったら、肩甲骨を前に持っていく筋肉があるんじゃないかって考えないといけない。何かって言ったら、これがですね、肩甲骨を前に持っていく筋肉、何かというと横から見た時の肋骨と肩甲骨の間にあるいわゆるこれ前鋸筋って筋肉です。この皆さん、あの脇腹触ってみてください。肩甲骨の裏側からこんな風にピーッとついてる筋肉がある。これが前鋸筋なんだね。もう前鋸筋が引っ張っちゃうと、肩甲骨をこうぐっと前に持ってきます。持っていくと、後ろ側が伸びてる状態。そうなると、ずーっと伸ばされてると、いわゆる筋肉伸ばされてると、やっぱ血液循環悪くなったりとか、痛みが起きやすくなりますね。だから、この前鋸筋が硬くなっちゃってて、腰頸筋硬くなってます。だこの前鋸筋を緩めてあげて、痛みが楽になるんであれば、腰頸筋をほぐしてもまた戻ります。なんでか、前鋸筋硬いものだから。だからこの前鋸筋を緩めてあげるってことをやれば、腰頸筋は伸ばされなくなって良くなりますね。だから、やるべきところは前鋸筋です。じゃあ本当に前鋸筋が原因なのかっていうのを見つける方法をちょっと今からやっていきたいと思いますので、ちょっと一緒にやっていきましょう。はい、ということでやっていきたいなと思うんですけど、言った通りこの肩甲骨をこう前側に引っ張っちゃうから後ろ側が伸ばされて痛みが出てますね。だからこの引っ張ってるのを改善しないといけない。何かって言いますと前鋸筋なんですよね。で前鋸筋のところを簡単に言ったらこれぐるぐるぐるっとやってみて、後ろ側が痛みが減るかどうかを確認してほしいです。例えば肩上げた時とかに背中が張ってる痛いってことであれば肩上げるっていう動作やってみたりとか、あとさっきみたいにこういうボールとかっていうのをこうやってみて、そこの押してる時の圧とか痛みがどう変わるかっていうのを見てみてください。で、やり方はね、こう簡単で、こういう水筒でもいいし、何かこう、ペンありますかね、ペン。こういうペンとかを見つけてもらって、肋骨ありますよね。肋骨真横、脇のくぼみから下に行くところの、この肋骨があると。ここにこんなペンを、こういうふうに縦に動かしてみてください。で、肩上げてると力入っちゃうので、こここんな風に、ちょっと分かりやすいでこうしますけど。で、やってるとなんかね、硬いとこないですか？自分でやってて。あ、痛気持ちいいな、みたいな。肩甲骨沿いとか、あとちょっと下の方とか内側とかね、まずほぐしてみてください。で、硬いとこはあるはずなんですよね。痛いなー場所。ここをしっかり入念的に緩めてみてください。で、緩めてみたら、肩甲骨が楽になったとか、肩甲骨内側が、あ、なんかスッとなる。で、これは、猫背もそうだし、肩こりの方とかも、めちゃくちゃ効果的です、これ。で、やってみて、でなんか肋骨肋骨の間とかのくぼみのところとかもこう痛いところあるんで、ここを緩めてみてください。そうするとね、肩甲骨楽に動くんですよ。でこれで腰頸筋のところを押してみたりとか、肩上げてみたりとかした時に、あ、肩甲骨の内側の痛みがないってことであれば、単純に前鋸筋引っ張ってるだけになりますから、肩甲骨に対してこうグリ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 して、あ、楽になったっていうのを何回やってもこれ解決しないから、大事なのは前鋸筋を治療することです。だこのね、原因見つけるってことをしっかり時間使ってほしいなと思います。でこの原因見つけるっていうのだったりとか、あとここに対しての治療法、痛みの戻りに特化させてもらってるのがこの整体院復活やらせてもらってる MSM メソッドってやつになりますので、ぜひね、気になる方は概要欄にも貼っとくので、ぜひねそっちの方チェックしてみてください。でもう一回まとめていきますけど、大事なポイントは痛い場所に原因がなくって、ちゃんと一個一個やっていくと絶対に痛い場所じゃなくて、それを原因を出してる誘発ポイントってありますか。痛みを出してるポイントと痛みを出すための誘発のするポイント、ここをちゃんと見つけること大事。原因を見つけること大事。肩甲骨の後ろが痛いんじゃないですか。肩甲骨の後ろに何か負担をかけているところが悪さを起こしているのか。痛いところに治療しても治んないです。そして原因に対して治療やっていくこと。
これがすごく大事になってるから、しっかりね、この戻りがある方は原因を見つけることをちゃんとやってください。原因が見つかったらちゃんと解決するからっていうのをね、ぜひね、やっていってほしいなと思いますし、痛みがね、あるだけで本当になんかそう人生真っ暗になる人もたくさんいるし、やっぱ見てきてるけど、改善する確率も絶対に上がりますから、ぜひね、この原因見つけてみてください。で、しっかり直したいってことであれば、さっき言ったけど、店舗もやってますんで、ぜひ概要欄の方からチェックしてください。あと、この YouTube チャンネルの中では、この原因を見つけたりとか、しっかり痛みを改善するための発見法ね、やってますので、ぜひね、気になる方はYouTube チャンネル登録、あと高評価、コメントいただけるとすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。では、今日はね、これで終わりにしたいと思います。ぜひね、また動画撮ってきますんで、背中が痛いって人は、この脇腹狙ってみてください。では、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。